袋から出されたインスタントラーメン袋麺とはプラスチックの袋状パッケージに封入されて販売されている即席麺類を指すカップ麺出現後のレトロニム。インスタントラーメン製品が主流となっているが焼きそば、うどん、そばなど他の即席麺類を含めた故障である。カップ麺とは違い調理器具を使用した調理と食事をするための食器が必要となる。多くの場合は 鍋で煮ることによって調理をする。袋麺はインスタントラーメンの最も初期の製品である。チキンラーメンが取った形態であるが、後のカップ麺発達以降にカップ麺と区別する意図でこのように呼ばれる。チキンラーメンでは麺そのものに湯を注いだ際にスープとなる味付けがなされているが、後の製品ではスープの小袋が添付される形態が一般的である。またチキンラーメンは、 麺の塊を丼に入れて湯を注いで食べることができるが袋麺全般では口述するように鍋などを使って調理する形態が主流である。ラーメン、うどん、そばなどの場合は鍋に 500cc 程度の湯を沸かしこの中にパッケージ中の乾燥麺を投入3分ほど茹でそこへスープ、液体調味料などの付属調味料を加えて食べる。焼きそばの場合は フライパンに適量の湯を沸かし、そこに乾燥麺を入れたらしばらく煮て、麺がほぐれてきたら水分を飛ばすように炒め、そこへ粉末スープ、液体調味料、ふりかけなどの付属調味料を混ぜながら仕上げ炒め、完了となる。具体的な調理方法は製品によって異なるが、普通はパッケージに記載されている。大抵は食べる前に、丼等の食器に盛り付ける。 この調理の際に適宜食材を加え、消費者の好みでアレンジすることも可能である。また、2000年代においては、電子レンジを利用する、調理器と食器を兼ねた製品も販売されているが、専用の調理器がなくとも、大きめの耐熱容器さえあれば電子レンジで調理することは容易である。加えられる食材には、卵、ナルト、ハム、チャーシューなどの肉類、海苔、わかめ、生の野菜、 茹で野菜、炒め野菜など多岐にわたり、消費者の好みさえ合えば、特に乗せるものは限定されない。安価な製品では、日本国内でも、店頭での実売価格で1食あたり50円を切るものも多いが、その一方で高価な食材を、レトルトで同梱した高級感を、セールスポイントとする製品も見られる。日本において、 粉末スープを鍋の湯の中に入れる調理法の製品の場合、香りや風味を飛ばさないために麺と具材を茹で終わって、火を止めてから入れることが推奨されるが、韓国では、シェアトップの新ラーメンロングセラーの産洋ラーメンが、いずれも麺と粉末スープを同時に煮込むようパッケージに記載されており、日本と傾向が異なる。また、他国では、チキンラーメンのイメージが強いせいか。 袋から出してそのままお湯を注ぐ、またはボウルにお湯を入れ、そこに麺を入れて、フォークでかき混ぜる方法で食し、いずれも煮立てることはしない習慣もあるとされる。調理して食べるには、鍋や丼を必要とし、カップ麺に比べて、手間がかかるものが多いことから1989年11月には、生産量でこれを下回り、インスタント食品に占める市場は減少傾向にある。 ただパッケージが簡単でゴミが少なくて済み、また各家庭で肉や野菜類を加えて調理する余地が多分にあることから、これを好む消費者も見られ、毎年のように新製品が登場している。特売商品として5食単位でまとめ売りされる場合も多く見られ、広く大衆食として普及している。日本ではインスタント食品としてやや程度の低い食料にみなされることもある。 袋麺だが大量生産の製造技術自体は古くから完成されていることもあり、また保存期間も乾燥させてあることから6ヶ月と比較的扱いやすいため、アジア地域を中心に広く消費されている。ありがとうございます。